マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの4回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはカープの先発ジョンソンがマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。真ん中打ちました。ライン際ですが、ここは打ち上げています。相澤抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている新庄。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。引っ張った。サード弾く。ボールを拾って、これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは3番松永。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが1球目。初球打ち。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。2アウトです。打順は4番掛布。前回のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。2アウトになっています。先発ピッチャージョンソン、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。これが3球目。インコースファウル。打ちました。ライトに強い打球。ライト下がっていく、下がっていく。ライトオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。これで20試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割9分5厘となっています。まずはボールから入りました。引っ張った。伸びていく。どうだ、入れば先制。入った。ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース、カープ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう。先制点はホームランということになってしまいました。これはもう少し対応できたと思うんですけどね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。打順は6番マルテ。カープ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。高めのボール、これはどうか。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3ランホームランが飛び出しました。3対0タイガース。さあ、一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターボックスには菊池。ここはエンドランという手もありますね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。
ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですよね。これで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、手が出ません。三振。ご覧いただきましょう。最後は得意球で見逃し三振を奪われました。繋げなかったですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入って、打ちました。和田一塁送球、ツーアウトになりました。カープ1点返しました。アウトの間に得点、3対1。カープなおもチャンスです。さあ、そして打席には松山が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。さあ、2球目は何か、際どいところへ決めてきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。おっと、どうだ、高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。反撃はここまで。しかし、この回カープ点差を縮めていきます。2回になります。7番から始まるタイガースの攻撃、和田打席に入ります。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。さて、カープの先発はジョンソン。ここまで3試合に登板して2勝1敗という成績。前回の登板は7イニング投げて、打った、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで20試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。さあ、そしてバッターボックスには木戸入っています。さあ、追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね。打ちました。ショートが前に来る。サード取った。一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。さあ、打席には先発の田中が入ります。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。まあ、相手の早打ちに助けられましたよね。まあ、ここで離されると厳しくなるんでね、無失点でこの回を追いたいですね。そうですよ。初球打ち、打球はセンターへ。西川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ、今日の感じだと生命線はストレートだと思いますね。勝負どころであまり変化球に頼りすぎない方がいいと思いますね。はい、そのあたりのリードにも注目が集まりそうです。さあ、3球目は何か。わずかに左に切れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打席には3番バッター松永。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ジョンソン、まずは先頭バッター、ライン際フェア、フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは4番掛布。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを、ファーストランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。バッテリーも警戒してましたからね。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、ランナーはいなくなりました。打ちました。難しいバウンド取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが初球。初球打ち、ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番マルテ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは7番和田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。チェンジアップが決まりました。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。カープ追加点を許します。5対1。ここで一発を浴びてしまいました。その際4点大きくリードされました。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。点が入りました。リードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の田中が打席に入ります。まあここはあまり使っていない。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。2アウトランナー1塁、打順は1番に返ります。バッター真由美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。真由美、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウト二塁一塁。まずは変化球。さてこの新庄、どういうバッターなんでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。そうですか。次が3球目、打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。3塁を送ります。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。7対1。カープ、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスには3番松永。まあカープとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。9対1。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。打席には4番バッター掛布。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは今村。さあマウンドを任されたのは今村、今シーズン8試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上は点をやれないということですから、期待に応えないといけませんよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。3球目は何で来るか。アウトコース外れます。ボールになります。打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。6番バッター相澤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5回の表、小宮山さん、
ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね、打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズンの初ヒット、ノーアウトランナー二塁です。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。打ちました、ショート取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナー3塁です。さて今日のカープの先発は打ち込まれて交代したジョンソン、今日はベンチの引っ張った、サード取った、一塁へ、アウト、2アウト。さあバッターボックスには先発の田中が入っています。まあ調子も悪くないですし、勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、これはどうだ、ピッチャー取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。松田ズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは真由美、先ほどの打席でヒットを放っています。カープ厳しい展開で6回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。ええ、流れを取り戻したいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、痛烈、切りました、ファールボールです。走ってきた、ヒットエンドラン、セカンド取った、アウト、ワンアウト。3番バッター松永、まあカープとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングを、打った、大きな打球になった、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、三塁タッチはアウト、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、10対1、カープもうこれ以上点はやれません。打順は4番掛布、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして、ちょうどあっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターボックスには5番石峰、今日はホームランを放っています。デッドボールのランナーが出ています。ボールになります。これが3球目、外、これは外れます。打ちました、センターに大きな打球、センターオーバー、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、11対1、カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番マルテ、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここ引っ張った、おっと取った、一塁送球、アウト、スタンドのファンからも歓声が届きます。しかしこの回タイガース2点を追加しています。バッターボックスは2番菊池、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。改めてお聞きします、バッターボックスの菊池、引っ張った、サードゴロです。掛布、二塁は無理、一塁送球、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは3番阿部、ここで点を取って流れを引き寄せれればまだまだ分かりませんから、なんとかこのチャンスをものにしたいですね。さあどんどん点を返していきたいところ、インコース詰まりました、ここはフライになっています。ショートが構えます、取ってツーアウトです。バッターボックスは4番鈴木、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね、ツーアウトになっています。あっと取れない、バッテリーエラー、ボールを拾ってツーアウトランナー三塁、低め、これは外れた、このチャンスは空振りの三振。
スリーアウトチェンジ。カープサードランナー残塁に終わっています。6回終里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。西川抑えてワンアウト。さあ打席には先発の田中が入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。大きく外しています。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。相澤が掴んで2アウト。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。バッターボックスには代打の中谷。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。さあ初球は何か。初球打ち、これはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。12対1。カープ、もうこれ以上点はやれません。バッターボックス新庄。初球空振りです。打ちました。田中一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。12対1。タイガースのリード広がっています。バッターボックス松永。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。変化球が高めに抜けます。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。はい、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。カープピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは矢崎。バッターボックスには4番掛布。まあカープとしては最後まで諦めないためにも、ここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は5割9分6厘となっています。打ちました。痛烈な打球、ライトが下がっていく。頭上入りました。ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム4本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。14対1。4番に一発を浴びてしまいました。5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャ。初球打ち、伸びていく。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが、センター掴んでワンアウト。バッターボックスマルテ、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウト、これも初球打ち、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。アリアス、セカンドランナーに入ります。セカンドランナーはアリアス、背番号14。引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける、ホームに送球、
これで20試合連続安打、ランナー三塁一塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。糸原がファーストランナーに入ります。バッターボックス木戸、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ヒットでランナー三塁一塁、引っ張った、取った、ホームに送球する、セーフ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。フィルダースチョイスでの得点、15対1、カープもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の田中が入っています。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の亀山。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。甘いボールでしたね。代打は2球目打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、バッターボックスには代打の近本、2アウトになっています。初球は何で来るか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。これはいけません。デッドボールです。やはり痛めました。今やはり怪我が。ここでタイガースダイソーを送ります。エゴシがファーストランナーに入ります。打順は2番、新庄。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出て満塁、初球打ち、打った瞬間確信したか、突き刺さった、満塁ホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなっ、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のジョンソン。さあバッターは松永。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。まず何を投げてくるか。初球ボール、真ん中見送ってストライク、ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたが最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の大山。カープ厳しい展開でこの最終回を迎えることとなりました。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。最後まで踏ん張れるかどうかだと思いますよ。最後の攻撃に託すためにもきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番、石峰。今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。初球打ち、
弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターはダイソーから起用されているアリアス。前回のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトになっています。真ん中打ちました。切れました。ファールボール。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ツーアウトランナー2塁。バッターはダイソーから起用されている糸原。ヒットでランナーを2塁に置いています。1、2塁間前でワンバウンド、バックホームする、ライト前ヒット。これで4試合連続安打。打席には8番バッター木戸。先ほどの打席で打点を挙げています。左方向、これは面白い当たり。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点を挙げました。カープなおも3塁1塁のピンチ。さあバッターは島本、そのままバッターボックスに入ります。ここは代打を送って攻めたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の大谷。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。甘いコースだったんですけどね。ファウルボールです。ライトへ持っていった。大きいぞ。頭上を越えていった。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点。カープさらに三塁二塁のピンチが続きます。バッターはダイソーから起用されている江越。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打った。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。カープなおもピンチが続きます。バッターボックスには2番新庄。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。レフトへ持っていった。面白いところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。カープさらにピンチが続きます。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは菊池。さあマウンドに上がったのは菊池。今シーズン6試合目の登板です。打ち上げた。落ちた。ヒットになる。二塁ランナー三塁も回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。カープなおもピンチが続きます。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。まずは見送ります。ワンボール。ストレート打っていった。ファウルボール。これは見送ってボール。大きく外れました。さあ5球目は何か。レフトへ。これは面白いところに飛んでいる。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかし4番バッター鈴木、今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。
タイガースピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは桑田。インサイド変化球決まっています。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、あえなく三振です。バッターボックス松山、先ほどの打席最後は空振り三振、高め打ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターは6番相澤、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナー二塁一塁、ファウルボールです。空振り三振、チャンスに打てず三振です。試合終了、残念ながらカープ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの5回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました、はい、なるほどね。初球は何から入ってくるか、インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。打った、大きな打球になった、伸びる、ボールはそのままフェンスに直撃、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。
さあそして打席には松永入ります。さあ先制を防げるかという場面。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割7分5厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくないすごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。ああそうですか。ストライク。さあ3球目は何か。チェンジアップを見極めます。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターフライです。セカンドランナースタートを切る。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたがまだピンチは出していません。いいところへ決めてきます。ストライクです。チェンジアップ、タイミング取れないか。ここはあっという間に追い込んでいます。3球目打ちました。高く上がった。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0。カープなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあピッチャーとしては悔いの残る1球でしょうね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここまでで踏みとどまりたいですよね。初球空振りです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。西川が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取りました。1対0。さあ同点のランナーが1塁です。バッターは菊池。まあ状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。バントの構えでバッテリーを警戒させます。変化球がインコースに決まります。次が3球目。追い込まれました。アウトコース、ファウル、見逃し三振。どちらかというと甘いボールだったんでせめて進塁打は打てないと厳しいですよね。はい、ここはあえなく三振。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。引っ張った、ボテボテ、ここもファールです。変化球空振り、2アウトになりました。バッターボックスは4番鈴木。ここのところ当たりが出ていません。2アウトランナー1塁です。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライク。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。変化球空振り、3アウトチェンジ。非常にいいボールを見せられました。これはタイミングが合いません。思ったより変化してきたんじゃないですかね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには6番マルテ。昨日はマルチ安打を記録しています。さてカープの先発は野村、今日が4試合目の登板になります。前回高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っている新庄。
昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、ボテボテ、ショートが前に来る、サード弾く、それを拾って、これで5試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。8番バッター和田、昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ヒットでランナーを1塁に置いています。西さん、こういう場面で考えられるベンチの作戦は何でしょうか。そうですね、まあ、この場面はね、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。やはり足、空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。2対0になりました。カープなおもピンチです。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席にはキース入ります。さあピンチは続いています。初球ボール、バッターボックスのキース、今シーズンの得点圏打率は6割8分8厘となっています。いやーすごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。これが3球目、チェンジアップには反応しません。ボールです。これは足元への変化球、追い込みました。インコースを厳しく攻めます。3ボール2ストライク、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしバッターボックスは8番田中、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました、ライン際落ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の野村が入ります。ここで結果を出したらピッチングの方も乗ってくると思いますね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。ファウルです。外へのスライダー、ここは見極めています。大きく外れました。これが6球目、見逃し三振、ランナー釘付け。残念ながらあと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。まあこの辺りの低めはなかなか打ちづらいんですが、打ちに行ってほしかったですね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。さあバッターは松永、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。最初は変化球できました。引っ張った、高いバウンド、松山アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボールです。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。カープその差を3点に広げられる痛い一発となりました。カープ追加点を許します。3対0、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいましたホームランです。この序盤戦さらにリードを奪われます。
バッターボックスは4番掛布。カープこの回追加点を許しています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。体に近いところ、引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは5番石峰。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングはあって真ん中打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。ツーアウトランナー2塁。さあそしてバッターボックスにはマルテが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。初球ボール、大きく外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。切れていきます。ファウル、これもファウル。体に近いところ、スリーボールツーストライクです。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには菊池。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。打ちました。ピッチャーゴロです。二塁送球セカンドホースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。回は4回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。新庄バッターボックスに入ります。いや先ほどはしぶとい内野安打でしたね。やはり足が速いのは武器になりますね。そうですよね。カープビハインドで迎える4回です。低めの変化球は決まりません。打ちました。痛烈、切れました。ファールボール。ボールカウントはワンボールツーストライクです。ボールになります。引っ張った、高いバウンド、サード取った、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は8番和田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたい。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはり打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、4対0。カープなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。点が入りました。リードを広げられています。さあバッターボックスには先発のダルビッシュが入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうファウルになります。これはまた真ん中へ、ちょっと甘いコースでしたがバットは出していきません。またファウル、真ん中打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。
セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。5対0。カープもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッターヒース。まあカープとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、打ちました。スタンド一直線、ライト入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。7対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のジョンソン。さあマウンドを任されたのはジョンソン。今シーズン10試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。今の球は打っていかないといけませんね。まあやはりピッチャーの打ちました。これは大きい。伸びていく。2球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターは3番真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、ワンアウトになっています。体に近いところ。三遊間、田中取って、これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス掛布。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。走塁成功です。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。インサイド落ちました。バックホームする。掛布、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。変化球を見極めます。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。さあサードランナーはどうする。タッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。8対0。カープもうこれ以上点はやれません。打席には6番バッターマルテ。これが1球目。最初は変化球できました。バッター見送りました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。打った。左中間に強い打球。これはどうか。満々の中左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。9対0。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックス新庄。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。低めの変化球空振り。打ちました。いい打球だ。下がっていく下がっていく。ぐんぐんレフトポール際。判定はファウル。危ない球です。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ここでフォアボールを与えました。本当にもったいない。悔しさがにじみ出ます。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。打った。大きな打球になった。レフト下がっていく。入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。12対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の今村。ピッチャーに打順が回って先発のダルビッシュがバッターボックスに入ります。いやさっきはいいところで打って気を良くしてますから、
もう1本ということもありますよ。打ちました。